アウディーバーチャルトラベラーセラです。台湾から帰ってきまして、ものの、2日としないうちに実は韓国へ旅行に行ってまいりました。というわけで今日はね、その話をね、いろいろしていきたいと思うんですけれども、まあサブタイはこんな感じね、韓国行ってきたってなってるんですけども、動画のタイトル的には韓国で初めてカジノに行ってきたという、そういう話をね、今日はしてみたいなというふうに思っております。でまあ事の経緯から説明をせねばなるまいなと思うんですが、まあなんで急にっていうね、そういつだって私の旅って基本急なんですけど、今回特に急だったのはですね、エアトリっていう、旅行代理取得サイトに私は登録をしておりまして、まあエアトリに限らずその他いろんなところにも登録はしているんですけれども、そんな中でですね、エアトリさんがなんか韓国旅を安く行けますよみたいなセール情報っていうのを出してきたんですよ。で、ああ韓国かと思ってちょっと見てみたところ、まあ確かに安い、2万3万円ちょっとぐらいでまあ韓国行けると。で、その航空会社っていうのをこう見てみたらですね、エアソウルっていう航空会社なんですよ。あれエアソウルってどっかで聞いたことあるなと思って、そう、前回1泊2日で、弾丸でハロウィンの時に行ってきた韓国旅行、あの時に使った航空会社がエアソウルなんですよ。で、あれエアソウルだったらもしかしたら公式サイトを見に行ったらもっと安くあるんじゃないのって思って、で見に行ってみたら、なんと、翌日のそのサイトを見ていた日の翌日の便が、往復翌日の便で1泊2泊して帰ってくるっていう2泊3日の便が2万8000円で取れてしまうという状況になりましてですね、2万8000円2泊3日かとね、まあ2泊3日とはいえ丸1日空くのが中1日しかないんですけれども、まあそれでも2泊3日ね、火曜水曜木曜の2泊3日で、いいスケジュールですねと思って、で、まあ、次回韓国に行くときは母親をね、母親韓国好きなんで、まだ行ったことないんですけどね、韓国にまだ行ったことない母親を、連れてってあげようと。ね。まあ、なんだったらその、前回、10月に行った時っていうのは、その韓国に母親を連れて行くための下見でもあったわけなので、まあ、これを機会にじゃあちょっと、どうかなって思って、で、予定を聞いてみたんですよ。ね。ちょっと急なんだけど、明日から3日間、空いてるって、ね、聞いてみたところ、まあ空いてると、明日から3日間空いてるって聞いたら空いてると、お、じゃあ2万8000円で韓国行けるけどどう、行くって聞いたところ、あ、じゃあ行こうかっていう話になりまして、まあ韓国にね、急遽その日の、もう夕方ぐらいして、その話がね、夕方ぐらいに急遽話して、で、じゃあ急いで準備して、で、夜、翌朝に出発するというね、そういう便でございました。はい、エアソウル。いやー、で、まあね、着いて、なんだかんだで宿に着いたのが夜の、8時過ぎぐらいかな、なもんで、着いたら早々にね、もう、夕ご飯を、食べて、それもその辺の宿のその辺にあるようなこうコンビニだとか、お弁当屋さんみたいなところでとりあえず適当に物を買って食べるっていう、そういう感じだったんですけども、2日目3日目はもうほぼほぼ帰るだけか、朝に帰る便になっちゃったんでね、10時出発だったから、まあ、5時6時に宿を出て、で8時ぐらいには、宿に
空港にいなきゃいけないという感じで、ね、もう本当遊べるのは中1日だけだったんですけれども、まあ、それでもね結構いろんなとこ行けましたね、うん、でそんないろんなとこ行ってく中で、まずねどこ行きたいって聞いてみたんですよ。でどこ行きたいって聞いてみたところ、まあロッテワールドにはあんま興味はないと遊園地ロッテワールドにはあまり興味がないという話でございまして、でまあ最近その韓国系の旅行番組、旅行情報番組で見る韓国の情報っていうので、パラダイスシティっていう場所、インチョンの空港の南側にあるんですけど、パラダイスシティっていう場所がまあよく、報道されてると、でちょっと気になってるっていう話だったので、行ってまいりました。パラダイスシティでございます。はい。でまあパラダイスシティ行くってなると何が起こるかっていうと、当然パラダイスカジノっていうねカジノがそこにはあるわけです。外国人専用のカジノっていうのがね。はい。でまあせっかく来たんだからちょっとカジノの一つもやってみようかっていうことになり、じゃあちょっと明日の朝パラダイスシティに行って、まあ、パラダイスカジノもちょっと見て、少しだけ遊んでね見ようかみたいな話になりましてですね、その日の夜は、1日目到着1日目の夜はまあ一旦ね一旦、明日の行動の第一手を考えるっていうだけで終わってね、じゃあまあ寝ようかってなったんですけど、そこでふと私気づいたんですよ。韓国カジノってパラダイスシティだけじゃないよね。他にもあったよね。なんだっけって言ってこうねスマホで調べてみたところ、セブンラックカジノっていうカジノが、あるとね。でじゃあついちゃうそのセブンラックカジノっていうのは一体どこにあるのかっていうと、その宿を取った場所から一番近かったのが、ヨンサンっていう龍山って書いてヨンサンって読むんですけど、ヨンサンの駅にある、セブンラックカジノドラゴンシティ店、これが一番近かったです。宿から、電車で4駅かなぐらい離れたところにありまして、あこの距離感だったら行ってみてもいいのではないかなっていうことでですね、こんな感じで日本から3万円握りしめて、セブンラックカジノへと、私足を、踏み込みました。はい、これ、1日目の夜ですね。まあ、カジノの遊び方なんて全然知らないんで、一応前日ぐらいに動画で、ちらほらと調べては見たんですけども、まあスロットマシンをねちょろちょろっと打つぐらいでいいかなって思ってたんです。でカジノでなんかこの日本円をそのままね両替してくれるみたいなので、うん、だからこの日本円のまま握りしめて両替お願いしますって言って、1万円ずつね、まずは1万円から両替お願いしますって言って、セブンラックカジノ、試してみました。はい、でですね、どうなったかっていう、まずセブンラックカジノ行くと、まあ、会員証を作らされるんですね。はい、会員証を作るわけです。で会員証を作ると、まあ、無料ですね、無料で、パスポート出して、日本語普通に通じますんで日本語で、全部受け答えして無料で、会員証を作りますとこんなものがもらえます。はい、これですね。はい、これ何かっていうとですね、よいしょ、まあ、会員証、一番下は会員証ですね。一番下シルバーって書いたのが会員証で、残りの2つは、レシートみたいになってるのが、マシンゲーム、スロットマシンとかマシンポーカー、マシンバカラ、マシンルーレットで使える、1万ウォンのバウチャーチケット、1万ウォンのお金ですね。はい、そのまま機械にウィーンってこれね、このレシートをウィーンって入れると1万ウォン、1000円分、約1000円分です、ね、の、無料クーポン券になってます。で、奥のチップのように見えるもの、これはですね5万ウォンのチップの代わりになる紙です。はい、無料でこれがもらえます。なのでトータルで6万ウォン分かな、テーブルゲームで使える奥のね5万ウォンのテーブルゲームで使えるフリーチップと、
マシンゲームで使える1万ウォンの、フリーバウチャーチケット、はい、あとは会員証ですね、これらがもらえました。だ日本円にしておよそ6000円分の特典が、ね、無料でもらえたんですね。で、まあ、この6000円プラス両替した1万円を握りしめて、まあ、戦いましたところですね、初日のキャッシュアウト金額っていうのが、ですね、こうなりました。はい。これキャッシュアウトチケット。ソウルドラゴンシティのキャッシュアウトチケットって言って、まあ、テーブルゲームやるとチップがそのまま、チケットにはならず、チップがそのままね、お金に換金できるんですけども、チップのところに何ウォンって書いてあってね。マシンゲームやると。スロットマシンとか、マシンゲームをやると、こういう風にレシートに、いくらいくらって、あなたは今いくら勝ちました、持ってますって印字されるんですね。はい。それがですね、こちらになります。はい。初日の金額。124,570ウォン。124,570ウォンです。まあ、初回の1万ウォンは無料であって、1万円を両替した分っていうのが、だいたいね、9万ウォン、10万ウォンにいかないんですよ。9万ウォンだか、8万5、6000ウォンだか、確かそんぐらいだったかな。8万6000ウォンとかそんな感じなんで、まあ、合計で無料の分が9万ウォンあると思ってください。この中にね。9万ウォン引く124,570円ですから、34,570ウォンの勝ちと。プラス3,000円。まあまあまあ、なんつうのかな、初めてのカジノにしちゃ、まあよくやった方というか、ね、これ確かね、ものの1時間弱30-40分ぐらいで稼ぎ出したんですよ。で、ああってあれよあれよという間にプラス3,000円になったって、ああ3,000円かーっつってね、まあ、普段、日本でパチスロとか打ち慣れてますから、パチスロとかの感じだったら、まあ、3000円の勝ちなんつったらさ、20円スロットだったら、そうですね、まあ、150枚のプラスですか、ボーナス1回にも満たないような感じ。それで帰るなんて、ジャグラー1回、お座り1発で当てて、それで帰るなんて、普通は考えられないんですけれども、ここはカジノなんでね、ちょっとビビっちゃいまして、おーっと、帰ろうっていうふうに、今、ね、この日は様子見ということ。っていう感じになりました。はい、プラス3000円の価値です。はい、でまあその後ですね、まあいろいろと、街の中をね見ていきつつ、翌日パラダイスシティの方にね向かうわけなんですけれども、パラダイスシティの方はですね、まあ入り口こんな感じ。よいしょ、はい、これがねパラダイスシティの。よいしょ、パラダイスシティのね入り口こんな感じになるんですけども、これがまあ、その日の戦場ですね。はい、この中に、まあ、ホテルはもちろん、アミューズメント施設各種、子供たちが遊ぶタイプの遊園地、ショッピングモール、そしてはいこちらですね、カジノがあるわけです。これパラダイスカジノの奥になりますね。この草間弥生さんのかぼちゃの奥の方にね、パラダイスカジノってありますが、ここにカジノがあるわけですね。ここにですね、昨日買った分を握りしめてですね、突撃してまいりました。はい、12万ウォン手元に持ってますので、まあ、10万ウォン。ね、日本円で1万円かける感じですよ。パチスロのサンドにね、1万円をこう入金ってね、入れるわけですよ。そういう感じで、まあ、一応その母親と一緒に2人で入っていってですね、座った台が、海物語でございます。はい。スロット。カジノスロット、海物語。そう、ここのパラダイスシティというカジノにはですね、セガサミーさんが出資をしておりまして、サミー系の台というものがこのカジノがいっぱいあるんですよ。まあ、この時はね、海物語しか売ってなかったんですけども、ここに置いてある、パラダイスカジノに置いてあるものとしては、海物語でしょ？それから、縦横、ね。海物語縦横を、
あとはなんだ、バイオハザードベンデッタ、ペルソナ5、それからなんだエイリアンっていう全部で5機種だったかな確かね。ナイツもあったかな、ナイツ見なかったような気がするんだよな。まあそんな感じで、あの日本のパチンコパチスロサミー系でよく見る台がそのままカジノのビデオスロットになってこのパラダイスカジノっていうのところに稼働してるわけですね。で私それを打ちたくて、実はこの今回の韓国旅行を計画したまであるんですよ。なんでまあ親と一緒にね、横並びで海物語に座りましてですね、5万ウォンずつ5000円ずつ入金していって、まあペチペチ打っていったところですね、最初の3回転か4回転ぐらいで、母親の方が大当たりを出しましてですね、はい、まあ日本でいうところの7揃い7図柄あたりね、カジノスロットのバージョン には数字が書いてないんで、まあ、呪言揃いになるんですけども、呪言あたりいたしましてフリーゲーム10回をゲット、かつ、次の、もう1回以上のフリーゲームが確定っていうね、天国モード突入みたいなそんな感じの当たり方をしましてですね、あれよあれよという間にね、ものの10分でお金がバンバン増えていきまして、2人打っていて、まあ、私はね負けちゃったんですけども、まあ、親のね母親のフリーゲームが始まった時点でおおっつってその手を止めて、母親のフリーゲームの方に集中してみたところですね、2人合わせて合計でプラス、7000円、7万ウォンの、勝ちになりました。はい、いやーもうビギナーズラック発動だよね。7万ウォン勝っちゃったよ2人で、ね、ものの10分で。でまあね、皆さん親とカジノに行くってことはあんまないと思うんですけども、親はそんなにギャンブル しないんでもうビビっちゃって、うわもう7000円も出たんだったらもうこれでいいわこれでいいわ帰る帰るって言って、まあ、早々にねこのカジノ10分で撤退でございます。10分で7000円ぶっこ抜いて撤退です。はい、こちらがですね、勝って2人で食べた7000円のランチ、1人当たり3万5000ウォンです、うん、高くない？これパラダイスシティの中の、中華料理屋さんだったんですけど、このセットですね、なんだろう、チャーシュー右上に見えるやつが天津、シューマイとお肉のシューマイとエビのシューマイかな、はい、で真ん中に見えるやつがなんか餃子っぽい感じのやつですね、はい、で左側に見えるやつが、チャーシューパイ、チャーシューが中に入ったパイみたいな感じのやつですね、でエビワンタン麺いう感じなんですけども、このセットで3500円です。はい。いや、正直、びっくりするレベルの値段なんですけれども、まあまあまあ、もともとなかったお金ということで、そのなかったお金がな、ね、手に入れられなかったら、多分一生この店には行ってないと思うんですけど、まあまあまあ、非常に美味しい、ランチタイムをね、過ごさせていただいたと。韓国パラダイスシティさん本当にありがとうと言ったところでございます。はい、でまあまあまあそんな感じで、ああもうパラダイスシティね、頑張ったわーって言って、まあいろいろね見て回ったりしたんですけれども、最後ですね、そんな感じでもう街中ねいろいろうろちょろしていって、そんな中で見つけたやつがこれ面白かったかな、これファイブガイズっていうね、皆さん知ってます？ファイブガイズ、アメリカに拠点が置かれているハンバーガーチェーン店なんですけども、この日前日ぐらいに、オープンしたばかりというね、4月8日にオープンしたばかりという、ね、ファイブガイズハンバーガーのお店がこれソウルの駅にありました。韓国ソウル駅、ね、めちゃくちゃ人並んでたわ。お昼過ぎから夕方ぐらいまでこの辺うろちょろしてたんだけど、いつ行ってもめっちゃ大行列でした、はい、めちゃくちゃ人気、
ね、ただまあその、ね、興味があるはあるんですけど、まあ、ハンバーガーかーって思うのと同時に注文の仕方も、ね、注文マシンでこうピッピッピッピってね、マクドナルドとかみたいに注文できるんならいいんですけど、まあ、どうやらそうじゃなかった、ね、口頭で、韓国語を喋って注文しなきゃいけないっぽかったんで、まあ、ここはちょっとねスルーさせていただきまして、まあいろいろ観光をしてね、この日は、終わりで翌朝もう帰るだけってなったんですけども、ここでですね、ラストナイト、ラストナイトに実は、これが余ってました。そう、前の日はマシンチケットでセブンラックカジノを遊んだだけなので、まだこの、フリーベッドチップっていうのが余ってたんですね。これ余らせた状態で帰るわけにはいかないなっていうんで、もうその最後の韓国最2泊3日の2泊目の夜ですね、最後の、ね、締めの勝負だっていうことで、再び私は、セブンラックカジノへと舞い戻ってきたわけでございます。はい、ここではもう勝負するつもりだよね。前日3000円勝ち、当日7000円勝ち、合計で、まあ、食っちゃったら分かるんだけど、合計で1万円勝ってるっていう状態、1万円勝ってるっていう状態で、もう一回、ね、最後の夜を、ね、まあ終電までね残り3時間ぐらいっていうところで、この3時間のねカジノ実践やってみたわけなんですけれども、まあ、その結果はというとですね、無事に勝たせていただきました。はい、証拠のバウチャーは撮影してこなかったんですけども、この最後の夜の勝負では無事に勝たせていただきまして、合計で1万5000円勝ち、15万ウォンの勝ちで、純利益、純差額、サマイスプラス15万ウォンっていう風に、締めくくることができました。なので、トータルの韓国の、カジノ、ね、初カジノトータルでの、勝利はですね、2万5000ウォン、25万ウォン、日本円にして2万5000円以上の、勝利ということになりました。まあほぼほぼね、スロットマシンで勝ってます。テーブルゲームではね、もう速攻で負けました。この手に持っているフリーベッドクーポンっていうのは、ルーレットかバカラの、イーブンペイっていうところ、50% のところにしかかけられないチケットになってまして、バカラで言うとプレイヤーかバンカーのどちらかで、ルーレットで言うと、数字の大小か、赤か黒かの場所にしかかけられないと。で、まあまあまあね、どこにかけ、ルーレットがいいよな、どこにかけようかなって悩み抜いた結果ですね、ツイッターの方で皆さんにアンケートをね、この日実は1時間ぐらい取ったんです。で、まあまあまあ、アンケートに、協力してくれた方がですね、黒がいいんじゃないかということで、ね、プロにベットさせていただいたところを、ものの見事に外れると。ウォッシュですね。はい、で、当たったとしても実はこれ、まあ、赤か黒にかけますよね。で、赤か黒にかけて当たれば当然2倍になるんですけど、通常はね、2倍になるんですけども、このクーポンは当たっても実は没収されます。はい、当たると5万ウォンの実際のチップになって帰ってくるという感じですね。無料でベットできるけども、当たった時には、まあ、同じ金額が一旦、現金化できるチップになって帰ってくるよというような感じでございます。はい、なんで、もう一回かけて当たれば、まあ、倍になって、10万ウォン、約1万円ぐらいになるんですけど、ね、いやー、でも、ひりつくよね。この1回5000円。もちろんこれ無料でもらえてるんで、無料とはいえ、1回5000円をバンってかけるのっていうのはね、なかなか痺れるものがあるんですよね。はい、で、まあ、もう一つ、実は、無料でもらえるものっていうのがございましてですね、このセブンラックカジノ、私、前の日にもすでに行ってまして、ね、最初に言った通り、前の日に行ってまして、前の日に行った時に、モバイルアプリ
の登録っていうのを実はやったんですよ。でモバイルアプリに登録すると、まあ、今この動画を見ている時の皆さんはね、いろいろな時間帯で見てると思うんで分かんないんですけども、この当時はですね、モバイルアプリに登録してもらうと、5万ウォン、50万ウォン分の、ん？いいよね、合ってるね。50万ウォン分のフリーチップ、フリーチップがもらえたんですね。はい、10万ウォンかける5枚。違う、モバイル会員に登録すると、この当時はですね、5万ウォン分の、フリーチップっていうのがもらえたわけです、はい。これは紙のチップなんですけども、紙じゃなくって1万ウォンの普通のチップかける5枚がもらえました。ただでなので、モバイルアプリ登録をして、かつ新規の会員のクーポンっていうのを持ってくると、トータルで1万1000円分の無料お遊びチケットっていうのが実はもらえるんです、はい。まあもちろん新規の会員の人のみなんで、既存の会員ね、これから2回目3回目行くっていう人は、まあ、もらえないんですけども、だから初めて行く人であれば、まずとりあえず1万円以上、1万1000円分ぐらいは遊ばせて、タダで遊ばせてもらえるんで、おすすめですね、私は。はい。ただでお金がもらえる可能性があるという感じですね。で、まあ、このね、紙の5万ウォン分のチケットっていうのは、まあ、これは外れて消えちゃったんですけども、モバイル特典でもらった5万ウォン分のチケットじゃないな、5万ウォン分の、無料チップっていうのはですね、これバカラに一回かけてみたんですよ。はい。で、バカラにかけると、どういうことが起こるかっていうと、バカラっていうのは、プレイヤーとバンカーっていう2つのかける場所があって、まあ、細かく言うともっといろいろあるんですけども、まあ、ここではあえて伏せます。プレイヤーかバンカー、プレイヤーか親かのどっちか、ね、ディーラーとプレイヤーと、ね、1対1の勝負ですよ。どっちかにかけるっていう場所があって、どっちが勝つかを予想して、バンってチップを、ね、置くんですよ。で、1万ウォンかける5枚あるってさっき説明したと思うんですけども、この5枚の1万ウォンのチケットっていうのはなんかね、特別なチケットらしくって、まあ、なんだろうね、特典チケットですみたいな風に書いてあったんですよ。なんで、この特典チケットのままでは現金化できないのかなって思ったんで、であれば、一発で行ったれと。ね、さっきのね、ルーレットで一発5000円かけちゃってるのが、もう完全にこれタガが外れちゃってるんですけども、一発で行ったれって言うんで、ちょっとね、2、3試合様子見をして、ここだって思ったタイミングでバンカーにバンってかけたんですよ。5万ウォンをドンと。ね、5000円をバンカーに一点掛けです。で、バカラの勝負の早いもんでね、全員がかけ終わったら、もう、ものの5秒、10秒ぐらいで勝負が決してしまうんですね。はい、見事、バンカーの勝ち。私、倍になりました、チップが。5万ウォンのチップが10万ウォンになりました。で、この時に思ったのが、この紙のチケットっていうのは、ね、紙のチケットっていうのは、紙を没収されて5万ウォンがリアルチップになって返ってくると、ね。で、今回かけたのは、まあ、チップの形ではあるものの、ボーナスチップって印刷されてるものを5枚かけると、ね。で、このボーナスチップをリアルチップに、ね、ちゃんとした流通用のリアルチップに変えて、当たった場合の10万ウォン分10枚返ってくるのかなって思ったら、これがそうじゃなくって、流通チップ5枚と、今かけた、その、ボーナスチップ5枚が戻ってきたんですよ。あ、これはと思ってね。まあまあまあ。であれば、このボーナスチップって多分そのまま換金できるんでしょうけど、でもこれをそのままね、換金所にね、キャッシャーのところに持ってって換金するのは忍びないなって思ったんで、じゃあ、この無料分のチップがなくなるまではどっちかにかけ続けようと思いまして、もう一回勝負に出ました。もう一度バンカー。外れです。よし !5 万本の無料チケットは消えた。で、今自分の手元にあるのは、リアルチップの5万ウォンだっていう感じになりまして、まあ、それは握りしめて逃げ帰ってきたという次第でございます。ね、
スロットで買った分が、プラス10万ウォン、まあまあ例によって10万ウォンを先に入れてあるんで20万ウォンのチケットプラス、今持ってるチップの5万ウォン合計25万ウォン、はい、これを、現金化して、まあ、買いに来たといった次第でございます。そういうわけで初めての、まあ、カジノね、非常に楽しい、ね、ビギナーズラックを体験させていただきましたが、これね、みんなやばいよ。癖になる。カジノ、癖になる。やばい、危ない。特にそのバカラとかルーレットとかで5000円をバンってかける感覚。この感覚に酔いしれちゃうと危ないですね。でも、夢がある。夢があるよ。ね。帰りの空港のね、ところの看板とかを見るとさ、こういうのもあるわけですよ。ね、新しいギャラクシーのノート PC ですね。ギャラクシーブック4プロ360。こういうのを買えるぐらいドカンと韓国のカジノでまあ一回買ってみたいもんだよねなんてね思った次第でございます。初めての韓国、カジノ旅でございました。はい。まあ決してね皆さんにこのギャンブルを勧めるとかそういった意図ではないんですけども、一回ね、その無料のチケットの分っていうのはみんなに平等に配られるんで、ね、韓国のセブンラックは、入会して、会員カードを作ってモバイル会員を作れば、まあ、トータルで1万円分ぐらい無料で遊ばせてくれるんで、もしね興味がある方いらっしゃいましたらぜひ韓国に行った際は、セブンラックカジノ、韓国のねソウル市内に2カ所ぐらいあります。そのどちらでも対応できると、同じ対応してくれると思うんで、ぜひね、行ってみて、楽しんでみてください。はい。また、パラダイスシティの方、こちらの方も、実は、無料で遊べるチケットっていうのが、ありまして、私たち親子は、早々に、ね、10分で7000円ぶっこ抜いて帰ってきちゃったんで、その無料分を実は傍受できなかったんですけども、パラダイスシティに関しては、プレイポイントっていうのがついて、そのプレイポイントが300ポイント分ぐらいかな、つくまで遊ぶと、まあ、そんなにね、深刻に考えなくても大丈夫です。だいたいね、1万円ぐらい遊べば300ポイントぐらいは普通につくんで、1万円ぐらい使うと、20万ウォン分のクーポン券っていうのをくれます。1万円使うと2万円無料でくれます。まあ、もちろんね、遊ぶためのチケットなので、それはどっかにね、そのまま、じゃあ2万円もらえるのかって、そうじゃなくて、どっかに1回かけて、買った分が返ってくるみたいなね、やつなんですけども、1万円持ってけば3万円遊ばせてくれるのが、パラダイスシティですね。もちろんこれも、初回特典限定です。はい、もう次の日とかになっちゃうと、その権利は失われます。はい、なので、まあ、どちらにせよね、韓国のパラダイスシティでもそうですし、セブンラックの方でも、遊ぶと決めたならば、まあ、5000円、日本円にしてね、5000円から1万円ぐらいは、とりあえず、現金でね、遊んでみて、投資してみてもいいんじゃないでしょうか。はい。皆さんね、これから初めて、おじゃあ初めてカジノに行くぞってね、意気込む方のね、まあ、参考になればいいのかな、なんて思います。私は今回、資金3万円で行って、1万円だけ両替して、だいたい2万、5000円ぐらい買ってました。まあ、カジノのね、価値分としては非常にしょぼいかもしれませんけども、まあ、これぐらい緩く遊べるのも、まあ、カジノのいいところかなと。ドカンと派手にかけることもできれば、まあ、緩くチリチリとね、チビチビと遊ぶこともできる。それが、魅力だなというふうに思いました。ってなわけでございます。いかがでしたでしょうか。私の韓国初めてのカジノ旅の話、ね、参考になったという方いらっしゃいましたらぜひ、チャンネル登録高評価、ベルマーク通知の3点どうぞよろしくお願い申し上げます。はい、じゃあまた次の旅のお話でお会いいたしましょう。バーチャルトラベラーセラでした。またね、チャオ。またいつか見てください。いつでも待ってるから、チャンネル登録と高評価をして、またいつか会いましょう。またいつか会いましょう。またねー。